って言ってた、無業者って言ってた人、先以外の人と言ってた人、これが全体に何パーセント占めてるのかっていうのを、ここでは無業率っていう形で、計算してみました。でこの無業率の変化もですね、一緒に見ていくと、これ先ほどの就職率、先ほど、グラフで見たものですね。で無業率っていうのは私がちょっと計算したものです。でこれを見ていただきますと、1978年の段階では、無業率っていうのはまあ 30% ぐらいだったわけですね。でところが2005年になってみますと、まあ、75% 前後に、なってしまっているわけです。でこれはまあ就職率とちょうど逆の動きをしているということが分かります。でそうするとですね、やはり気になる問題点として、その就職率が低下している背後で、まあ、無業率が上昇している、どういうことで説明すればいいんだろうということなんですね。これが今回の、まあ、私の、まあ、リサーチクエスチョンということに、なります。それで、まあ、いろいろ仮説が考えられるだろうなというふうに思ったんですね。で、まあ、就職率が低下して無業率が上昇している、まあ、これの仮説としていくつか考えようということで、というものを、まあ、考えてみました。で一つはやはり、まあ、新規学卒者の労働市場の動向というのの、まあ、影響を受けるんじゃないかということをまず、まあ、真っ先に考えたわけです。当然これは健常学生に対してもそうでしょうから、障害を持っている学生に対しても同じようにですね、労働市場の影響を、まあ、ダイレクトに受けているんじゃないかということがまず最初にあります。で次に2つ目として、今回データ系列が1978年からということですので、やはりなんか産業の構造の変化というのも影響として大きいんじゃないかというふうに、思ったわけです。でこの期間、産業の構造の変化というと、まあ、一次産業がだんだん小さくなって第三次産業が大きくなるという傾向があったわけですね。で、まあ、特に農業部門だと障害を持っている、学生であってもその知的障害とかだったら非常に雇用される確率高いんじゃないかなというふうに思いました。なのでその農業部門っていうのが縮小していく、で代わりにサービス業部門の方が拡大していく、こういう部分の影響というのが非常に大きいんじゃないかというふうに思います。でサービス業部門を拡大して なんで大変になるんですかということなんですが、まあ、イメージとしてその非常にコミュニケーション能力を、まあ、求めるような職種、まあ、そういうものが増えていくと、なかなかここの部分の、障害を持っている場合には、応募しにくいんじゃないかということなんですね。これが、まあ、2つ目の、まあ、仮説として、考えたものです。で3つ目としては、ひょっとしたらですね、なんか制度にフリーライドしちゃってる部分があるんじゃないかということを、まあ、少し考えました。つまりその福祉の、まあ、制度とか、あるいは福祉のですね、いろんな手当とかがですね、まあ、充実してくると、まあ、就労しなくてもそれに乗ってしまえばまあ大丈夫だっていうふうに思って、まあ、就労しないっていう、まあ、そういう部分があるのかなということで、ここで3つ目として考えました。であと4つ目ですね、4つ目としては、その障害自体のですね、重さがその昔の子どもと今の、子どもって言い方が良くないですね、昔の学生の、障害の重さと今の学生の障害の重さというのが、同じ養護学校の中でも変わってきている可能性があるかもしれないということです。でもしですね、その障害の度合いが大きくなっている、高くなっている場合には、その就労するにはその障害の重さがあまりにも大きすぎて、就労できないということも、あり得ます。なのでここで、まあ、そういう重度化の部分も考慮する必要があるだろうというふうに、感じました。それで、あとですね、もう一つ、ちょっとここにスライドを書き忘れてしまったんですが、考えられるのは、先ほどからお話何度か出ているように、その障害者手帳の、まあ、ここを書くとしたら障害者手帳なんですが、障害者手帳の、影響なんですね。で障害者手帳の取得というのが、その就職率のですね、上昇につながるのか、それとも低下につながるのかという部分が、ちょっと私もデータを見ていて少し気になりました。でまあ、ここの重度化にも関わってくるんですけれども、その、まあ、障害者手帳の、まあ手帳を持っている人のです、ね、数が増えていく、あるいはその重度として評価される人の割合が高くなっていった場合に、その度合い、その何て言うんでしょう、障害の度合いが大きいから、まあ、就職しにくいというのもあるでしょうが、もう一つやはり手帳を持っていることでメリットも発生するというのもあると思います。で富山、私は富山県なんですけれども、まあ、富山県 の特別支援学校の先生とお話ししたところですね、やはり一生懸命手帳を取らせたいんだとおっしゃるんですね。
やはり先ほどからアファメティブアクションという話がありましたように、その手帳を取って、まあ、障害者枠で雇用してもらう、雇ってもらう、で、まあ、一般就労という形で、それなりの経済状況を確保できるだけの、まあ、所得を得られるように頑張ってるんだよという話を、まあ、その先生は一生懸命されていました。なので、まあ、ここを一つ入れるとすれば、その障害者手帳がですね、取得っていうのがその就職率に、まあ、プラスに貢献するのか、それとも持ってるっていうことで、まあ、障害の度合いが重いということで、まあ、マイナスに影響しているのか、まあ、これも少し、考えてみたいということで、データは使っています。それで、分析の内容についてお話ししたいと思います。でまず2つ分析したんですけど、1つは全部のですね、期間を対象としたものです。つまり1978年から2005年まで、まあ、全部使い切ってあげようということでデータを使いました。それで今回この説明変数として、まあ、この就職率を説明する要素は何だろうということで、いくつかの説明変数を使いました。でここにありましたように、財政力指数、つまりこれはその、その都道府県の県の財政力指数、財政力がどれだけ、まあ、しっかりしているかというのを表す指数です。この指数と、それから新規学卒者の有効求人倍率、社会福祉費、製造業事業所数、農業産出額、職業訓練費、特殊学校費といったものです。で、まあ、この新規学卒者の有効求人倍率というのは、こういう倍率自体は発表されてないんですが、この新規学卒者に対する、求人数、それから求職数というのがありますので、これを使って有効求人倍率というのを作りました。それから社会福祉費については、これは自治体、その都道府県別の、社会福祉費というのが発表されておりますので、その都道府県の人口1人当たりに、数字を、まあ、作り変えました。で同じように、製造業事業所数というのも、都道府県別で発表されております。なのでこれも1人当たりベースにしています。で農業産出額についても1人当たりベースということです。それから職業訓練費、これも都道府県ベースの職業訓練費で、まあ、都道府県の財政の中から出ている部分になります。でこれは、まあ、職業訓練に該当する人は15歳以上かなということで、ここでは15歳以上人口1人当たりという形で数字を作りました。でそれから特殊学校費というのも、やはり都道府県から出ている数字になりますので、これも、まあ、該当する人口で割ってあげようということで、ここではもう老養護学校生徒数、まあ、公立の部分、公立の部分だけですが、その生徒数で割って1人当たりベースの数字を、作成しました。でもう一つ分析したいということで言って、先ほど少し言ってたのは療育手帳、つまり手帳の話です。で本当に障害者手帳も、身体障害者の方の手帳も扱えればよかったんですが、ちょっとここでは療育手帳だけ使ってみます。